アララト山は、トルコ共和国の東端にある標高五千百三十七メートルの山であり、清掃火山である。アルメニア語表記は、ペルシア語表記は、クルド語表記は C アララトで、トルコ語ではアール山と呼ぶ。主法の東南にあたる標高三千八百九十六メートルの頂上をコアララト山と呼んでおり、それに対して標高五千百三十七メートルの主法は公式には、 大アララト山という、アルメニアとの国境から3 2トル、イランとの国境から1 6トルである。旧約聖書に出てくるノアの箱舟が大洪水の後、流れ着いたとされる山と目されて、12世紀以降にヨーロッパ人により命名された。現在のアララト山頂から見つかった古い時代の木の化石や航空写真から見出した方形の船の跡らしいものを、 ノアの箱舟の痕跡だとし、ノアの箱舟伝説が実証されたと主張する人もいる。アララト山は古くからアルメニア人の多く居住してきた地域の中心にあたり、アルメニア民族のシンボルとされる。オスマン帝国がこの地域を支配した時代までは、アララト山の麓にはクルド人やトルコ人と入り混じりながらも、数百万人のアルメニア人が暮らしてきたが、オスマン帝国末期、 特に第一次世界大戦中の強制移住により、トルコ領内からはほとんどアルメニア人はいなくなってしまった。この時、相当の数のアルメニア人の人命が失われ、アルメニア人ジェノサイドとして国際的非難を浴びたが、トルコ政府はジェノサイドの事実を否認しており、長らく論争となっている。初登庁は1829年、ドイツ人とアルメニア人のグループによる。 その後、1920年のセーブル条約に基づき、旧ロシア帝国領側に住むアルメニア人が、アララト山の麓まで領土に含めたアルメニア国家を独立させる運動に乗り出したが、旧オスマン帝国領側に獲得した領土は、トルコ革命軍によって奪還されてしまい、ロシア側も赤軍の侵攻によってソビエト連邦に組み入れられた。これ以降、アララト山は、 トルコ領となるが、1991年のソ連解体によって独立したアルメニア共和国は、このトルコとソ連によって引かれた国境を承認していない。アルメニアソビエト社会主義共和国時代においても、アルメニア人のシンボルであることは変わらず、国章にアララト山が用いられていた。現在の独立後のアルメニアの国章についても縦の中央にアララト山をあしらっており、 アルメニア人リ殺と相まって領土要求を警戒するトルコとの間で水面下の対立が続いている。国際的な環境保護団体グリーンピースは2007年6月現在アララト山腹にノアの箱舟の模型を建造中である。地球温暖化問題で早急な対策が必要であるというメッセージを送るためという。眼下の視界航空機から見下ろした。 アララト山トルコ国内から見た、アララト山アルメニアから見た、アララト山、手前はトルコ国境付近にある修道院アルメニアの首都エレバン市内から見た、アララト山な七番自治共和国から見た、アララト山大アララト山と、コアララト山、ナサランドサットデータによる合成画像アララト山の 3D 画像溶岩と、再設流の岩質はデイサイトから玄武岩まで、様々である。 付近を通る横ずれ断層とその結果生じた地質学でいう上のプルアパート堆積盆地に生じた火山活動が活発化し少なくとも紀元前2500年前から幾度となく大噴火が生じたと推定されている最新の活動は1840年で大地震を伴い火災流などにより最大1万人が犠牲になったありがとうございます